しっかりして、オルゴ。兄貴、大丈夫か？ねえ、大丈夫だい。ビッグでグレートだったぜ、相棒。兄貴！怪我の手当てをしないと。いいかな？このショーはあれだな。それじゃあ、俺たちは先に帰ってるからな。それで運ぶんだ。ちゃんとそれで運ぶんだね。このショーはこの男の性格をなんつうの、変えるというか、なんかより人間味あふれる。でもまあ今でも人間味あふれてるけど、このカイルの物語って感じかな。私たちのことを無理に理解してくれとは思わない。でもあなたもハンターなら知っておくべきことがある。みんなが思っている以上に世界の状況は深刻。大穴にはモンスターが関係しているかもしれないの。何？信じられないならそれでもいい。俺はハンターのことしか知らない。だからお前たちのことはわからない。そうだと思う。モンスターと絆を結ぶってどういうことだよ。なんでモンスターを操ることができる？操ってなんかいない。モンスターはライダーに力を貸してくれているだけ。絆もそう、特別なものではない。あなたと月乃にも絆があるように、それと変わりはしない。ライダーとモンスターは互いに足りないものを補い合って、過酷な環境の中で共存してきた。今もそう。この異常事態で被害を受けているのは人間だけではない。モンスターも被害を被っている。私たちは敵ではないわ。ドーナツ食べないの？なんか大事なことを忘れてる気がしてさ。ナビル、ところでさっきのあなたの力だけど、あれなんだろうね。え、ああ、これのことか。いや、簡単に出せるんかい。戦闘参加してくれん？オルゴは知らなかったみたいだけど、兄貴と知り合った後に手に入れた力だからな。俺の話を聞きたいか？ちょっと長くなるぞ。もちろん聞きたい、話して。お、ノラアイルーだった俺は。昔話。住むところも名前もない根なし草でさ。あ、やべ、ちょっと待って。コントローラーが接触不良。はい。売られた喧嘩を買ったところを兄貴が割って入ってきたんだ。わかるぞ、腹が減ったらイライラするもんだって言ってさ。相手はすっごく怒っちゃって、バカにするなって二人まとめてボコボコにされたんだよな。お前、見どころがあるぜ。ビッグでグレートになれ。マジでボコボコじゃん。いろいろ気にかけてくれて、俺も兄貴って呼ぶようになって、広い世界へ出て一緒に世界の果てを見ようって約束したんだ。でも下手を打って捕まって兄貴とは離れ離れ。だいぶ約束は果たせなかった。猫の世界、アイルの世界も物騒なもんなんだね。体をいじられて記憶を失って手に入れたのがこの力だったんだ。そういうこと？魔改造されちゃったぞ、こいつら。ちょっと待って。やべえアイルたちじゃねえかよ。そうだったな。へえー、じゃあちょっと機械いじめたところにあんだろお前は。でもまた会えてよかったわね。ああ、約束を破った俺を責めることもなかった。ビッグでグレートなのね。そう、ビッグでグレート。それに、それにどうしたの？そうだ、ビッグでグレート、その先に大切な合言葉があったのに。え、バなんとかでしょ。ビッグでグレートでバカ。バカでしょ多分。あ、月乃だ。アイルーたちが庭園の奥で何かを見たって言ってるの。すぐに来て。何か？あわあわ言っていてよくわからない。あわあわ言ってんの。見に行ってみないと。さあ次は誰だろう。お、また光った。あれはまさかここにも大穴が。
これはシャボン玉？泡って玉みつねか。そっかそっかそっか、リベンジだなあいつは。マイルたちが言っていたのはこのそういうことか。玉みつねだ。泡泡泡って、そういうことか。気をつけろ。次は強硬化してんね。強硬化している。帰る。今だ、ライダーさん。ライドオーと時間なんて。アワアワ。強硬化タミズね、このショーのラスボスか。いいじゃん、ラギアクルスの次に出てくるっていうのもいいね。てかラギアクルスさ、道中で行って勝ったんだけど、まだね、武器とか防具とか作ってないんだよね。しっしゃー、行くか。どういう立ち回りが良かったんだっけこいつ。まあいつも通りの立ち回りでもいいんだけどね、それはそれでつまんないっていうな。まあんなこと言ってられる場合じゃねえか。テクニックね、オッケーオッケーオッケー。てやっ、強いわね、あなた強いわね。ナレカちゃんがもうほぼ半分よ。ロアルドロスで毒撒いて、ティガレックでディアブロスで攻めていきたい。まずロアルドロス。まあロアルドロスのいいところは水がねこっち効かないっていうのがいいよね。さあそれでため切りもしたいな。待て待て待て、そうしたらあれかで、スピードだったっけあいつ。違う違う違う、テクニックだ。テクニックだから俺らはパワーで攻めていいんだな。危ない危ない、テンパってる。で、銅はどうよ。ほい、おい、弱点。全体攻撃、うまい。やっかい、命中スラスダウン。うわ、やっかいだな、俺も。まあまあ、仕方ねえか。ガンガン攻めるよ。おい、うわミスか。うわやばいやばいやばい、またかよお前。なんか命中防げつなかったっけ。毒しろ毒しろ毒しろ。うーん、残念。毒したらね命中とか関係ないから。もうさっきとは明らかに様子が違う。そうだな、普通に強いよ。防御力アップもついてね。あれ違うか、防御ダウンかあれ。まあここは笛でね攻めていきたいって気持ちもあるんだけどね。いや、麻痺取るか。麻痺取る麻痺取ろう。最近麻痺のこと忘れてた。てか麻痺が効かない敵が増えてきたんだよな。おそらくパワーになってるという見込んで。あ、スピードか。よし、麻痺通るよ。麻痺通りそうだね。やばいやばい、2回行動。なんか2回行動の敵増えてるよね。で、うわー、俺回復してえなー。でも回復してえけど殴りもしたい。ちょうどさ狙ってくれないといけないんだよね。これはそしたら絆ゲージが真っ向勝負で増えないから、とりあえずあいつスピードだからテクニックで食らいつくと。おい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 、つえよつえよ。もう一回回復しなきゃいかんか。いやーこれ自利品というやつだよね。いやこれ自利品というやつよ。いやでももったいぶって死ぬのもあれだしな。狩りを作った。これが強い、避けろ。うわー、もうまあ耐えた方だね。あ、まあまあマジで自利品ってやつだなこれな。俺もや、いけ、猛毒ナイスナイス。で、ここでやっと帰れるって感じか。あいつスピードとかテクニック、ガルルガマでも出せねえな。ガルルガマ出せねえ。で、ここで俺狙ってくるでしょ。いや、無理だな。何もできねえぞ、俺。これ、俺、回復するだけのおっちゃんになっちゃうよ。やべえ。回復するだけのおっちゃんになっちゃってるよ、今。当ててくれよ。あ、そうか、もう命中なくなってる。大丈夫。うわ、ダウンがなくなってない。ちょっとこれでさ、どうにかしてよ。違う、2回で、水月。
うーわ、ワンパンマンやんか、おい。めっちゃ強いな。どうしたらいいのこれ。まず毒にはしてあるでしょ。やっぱ麻痺だよな。いや、もう麻痺しかねえよ俺らには。で、一回ディアに変えて、で、体力を上げておこう。体力上げて俺は麻痺を打つ。ここで麻痺になんなかったら俺らの負けだ。そういうことにしとこう。頼むぞ。麻痺、チャーシャー。いやいや、持ってる持ってる持ってるよ、持ってるよ。お、いいね。スキル打ってくれる。じゃあ笛で、笛で巻くか。うわ、ちょうど足りねえ、足りねえ。そうしたらまあ殴るしかねえか。足食らうかな。そもそも食らうかどうか分かんねえ。おっしゃおっしゃ、いいぞ。リベンジタックル。で、毒が切れてんのか。なるほど。ただなー、ここ変えにくいなー。 HP55 しかないから。いや、しばらくはディアで行ってもらうか。頼むぞディアブロス。てかまだ10ターンしか経ってないんだね。だいたい20ターンぐらいで倒せる気がする。これが厄介だよ、これが厄介。さあ、怒った、怒ったらスピードになるんだな。スピードになるんだったらこれはまずいな。うん、スピードになるんだったらまずい。でもテクニックだからといってこれは出せない。そうだ、さっきと同じこと言ってる。完全にさっきと同じこと言ってる。でもせっかくあれしてるしな。うん、せっかくあれしてるから。いや、待て待て、体験にして俺も攻撃に転じよう。オッケー。うわ、ミスったか。いやいや、麻痺効いてる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 。2回連続で麻痺するのいいよね。結構高確率でね、2回連続麻痺するんだよね。で、極光化の時は2回高度になることが分かった。そういうことでしょこれね。あ、マジマジマジ、スキルでため切り、テクニックため切り。これな。はい、もう一度誰かに来る。おーしよしよしよし、2回連続推奨じゃなければなんとかなるな。お、俺の方狙ってくる。来たよ。これは絆ゲージ回収する。意味も込めて耐えろよ、俺。耐えろよ。よっしゃ、ギリギリ。めちゃくちゃギリギリ。いや、いいね。うわー、これ、ディアブロス知るか。うわほー。ほんとギリギリの難易度だな、これ。で、ここ回復だよな。回復する。ちょっと俺が厳しいかも。やばい、ちょっと俺が厳しいかもよ俺。悪い、ナイスナイスナイス、いいぞいいぞ。水月、あー、もうまたこのパターンね。耐えた、耐えるよ今回は。今回は耐えちゃうよ。ちょっとディアやばい、やばいかな。でもね、回復しないっていう手もありなんだよね。リベンジアタックはさ、HP が低ければ低いほど強くなるから。あ、でもテクニックか、OK。礼は言わないぞ。これはもうそろそろいける気がするぞ。よし、絆技も出る。一緒に撃つか、カイル。おし、弱ってる。
オーケー決めた。カエルと一緒に絆技打つわ俺。それでフィニッシュだ。ほいほいほい、またお前そればっかって。本当にあれだね、予想通り20ターンで終わるよね。あ、俺らが使えない。カエルすまね、あとはお前に任したぜ。あとはお前に任した。くたばれ。あー知らない。まだ先があるぞ。リベンジアタック。ここで俺たちの絆がたまればいけるな。よし、じゃあためよう。これで俺のこと狙ってこないから、全然全体攻撃ばっかり撫でて、ディアブロス撫でて大きくしてからのだな。おい、一旦足りんかったー。当然の結果だ。まあでもまあまあなんとかいけたな。これぐらいの難易度がちょうどいいかも。で、玉水勢の武器とかも強かったからちょっと作りたいね。さあ、これで終わらせるぞ、ライダーさん。まさか穴の中行っちゃうんじゃない？まずいぞ。信じて。いや、惚れちゃってんじゃん。俺惚れちゃってんじゃん。おい、ありがとな、カイル、援護してくれて。俺にはわからない。お前のレウスがどんな力を持っているのか、大穴が発生する理由も、レウスを捕まえようとしていた連中の正体もわからないことだらけだ。でもお前とレウスの絆の強さはわかった。それが凄まじい力をねじ伏せられることも。カイル、大穴のことは俺たちも調査する。ハンターとライダーで当たった方が効率的だからな、カイル。さあ戻るぞ。ほんとツンデレなんだから。人間はとても興味深い。私たちより成長する速度が速いから。あなたも変わった。マハナ村で出会った時よりずっと頼もしくなった。かわいい。どや、男のツンデレってさ、世間的にどうなん？女のツンデレってすげえ重要愛量あるよな。まあ二次元に限ったことかもしんないけど。お、絆石レベル6になった。だいぶ進んでるな俺。だいぶ進んでるよ。よし、じゃあ一旦穴戻っか。そういえばレウスのことだけどな、うん、アイルから気になる話を聞いたんだ。え？破滅の翼だかなんだか知らないけど、大昔とんでもない力を持つレウスがいたそうだ。なんかずっとチンコ描いてるおっさんに見えてきたわ。おい、ずっとチンコ描いてるおっさんじゃんこれ。村があるらしい。やべえじゃんこの絵面。その村はどこに？ベルガ火山を越えたところにあるらしい。
もしかしたら火山、あんたたちのレウスと関係あるかもしれないと思ってさ。火山来た。これそれは行ってみるしかないな、ライダーさん。ベルガ火山を越えたところといえばヌアッテ村のことかも。ルトゥーよりも外との関わりを絶っている地だったはず。でもそこに伝説の石碑はあるんじゃないのか。迷っている場合じゃないわね。行きましょう。教えてくれてありがとう、オルゴ。それじゃあここからは別行動ね。私たちは大穴の調査に向かう。何か分かったらこの子を飛ばして知らせるわ。ああ、分かった。こいつこんな使い方できるのか。レウスを奪おうとした覆面のライダーたちが気になる。気をつけろ。出てくるフラグだな。行くぞ、月野。了解。みんな、またね。さあ、俺たちも行かないとな。ベルガ火山まで俺が案内する。支度をしたら出かけようぜ。ああ。火山ってことは、あ、クラミストね。これレウスがノラでいるってことでいいのか。で、グラビモスとか出てくるね。グラビモスの装備実はもうね、あるんですよ。持ってないけど。あ、なんか呼んでる。ないないないってする。どうした？にゃ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 。妹と知り合いだったのかね。あ、お前の？お前兄貴か、月夜の。手紙なら離れても気持ちを伝えられる。カキカキゴシゴシぐしゃぐしゃ。カキカキ。ん？申し訳ないんだけど、妹に手紙渡して。お前さっき言えよ。ちょうどさっき言っちゃったとこだよ。久々にね、初期の村に帰ってきた。うわー、これだよ、これ。これだよねー。うわー、そうか、でも、あー、片手剣とかないんだね。太刀とかもちゃんとあったよね。あったかった。そもそも太刀ねえよ、この世界。そうだった。でさ、これ見て、玉水園の片手剣がめっちゃかっこよくない？これ作りたい。作りたいけど、ティガナーギとマックスだもんな、今。結構いいの作ってんだよ、俺。変えるんだったら弓かな。でも弓さ、すごい優秀だから、まあ、ガンランスに変えるっていう選択肢は今俺の中にないんだよね。で、ガンランスって結構癖の強い武器でさ、なかなか使いこなせないんだ。いやー、でもラギアクルスの武器、でも防具どうよ。絆技強化、魂の絆。お、結構いいね。結構いいね。あー、でも弱点が火だもんな。次のところは多分火のキャラ、敵キャラ多いから。まあそう考えたらちょっとダメだよな。まあ今んとこモノブロスでいいかって感じになっちゃうよね。変えたいけど。でもね、最近ね、敵が強くて変えるコストもね、だいぶきっついわけよ。あ、でも玉水に変えるのもありだね。水属性ついてるし。で、玉水の武器作って、あ、そうした方がいいかな。もし次ちょっと苦戦したなと思ったら、玉水の装備と片手剣にしてると思うわ。で、それで立ち回ると思う。で、まあ弓はいいのあるか。あ、弓玉水にするのもありだね。そうだね、純粋に強化されるって感じか。いやー、弓をレベルアップしてるかもしんない。冬はね、ビートガンロックにしたんだよ。これ普通に強い。まあでもね、ロマンだよな、これも。これで分かってはいるんだが。よし、じゃあ冒険の続きいきます。